していない前田勝弘投手が今日球団との交渉に臨んでいます。大リーグ行きを強く希望する前田に対し、球団はライオンズと契約した後メジャーチームとのトレードを考えると、口頭で初めて前田のメジャー行きを認める提示を行いました。ところが前田は口約束では信用しきれないと書面での提示を要求。一方、書面にすると野球協約違反になる関係から、球団側はこれを拒否し、結局3時間に及ぶ話し合いは今回も物別れに終わりました。しかし、すでに6つのメジャーチームが前田に関する問い合わせを行っており、事態は今後も大きく揺れ動きそうです。